サマソニ2024ナンバーアンダーライン愛の圧巻パフォーマンスが観客を熱狂の渦に。ブロイヤーカバーで一体感を体感。圧巻のパフォーマンスで忘れられない感動を。音楽フェスティバルの空気には、独特の魔力が漂う。炎天下の下汗まみれになりながらも、観客たちは喜びに満ちた表情で手を振り、音楽の波に身を委ねる。 そこには何か言葉では表現できない共鳴が生まれている。それは、アーティストと観客が一つになって作り上げるエネルギーだ。2024年のサマソニフェスでも、ナンバーアンダーライン愛がその一瞬一瞬を輝かせた。特に、ブロイアーカバー BYC のパフォーマンスは、ただの音楽以上の体験を観客に与えたと言っても過言ではない。ブロイアーカバーがステージに鳴り響く瞬間、 その独特のリズムとメロディーが空気を震わせた。フェス特有の熱気が高まり、観客たちは声を張り上げ、まるでその場に溶け込むように踊り始める。タちチマイクで始まるこのパフォーマンスは、特に岸君の声が力強く響き渡り、観客を引き込んでいった。その調子の良さは誰もが認めるところであり、彼の歌声に導かれるように、会場全体が一つにまとまっていくのが感じられた。青空の下で ブロイヤーカバーが流れる光景は、まるで映画のワンシーンのように美しかった。太陽が照りつける中、踊り出す観客たち、そしてアーティストたちのエネルギーが融合し、まるで音楽そのものがこの場に生命を与えているかのように見えた。この瞬間、ナンバーアンダーラインアイのメンバー一人一人が放つ光は特別なものだった。まさに、彼らがいつも以上にかっこよく見えたのはこの瞬間だろう。そして、 真夏の太陽の下でパフォーマンスを繰り広げるのは、決して簡単なことではない。それにもかかわらず、ナンバーアンダーライン愛のダンサーたちは完璧なダンスを披露し、その美しさは観客を圧倒した。6人のダンサーが揃った姿は、ただ美しいだけでなく、その動きの一つ一つがパワフルでありながらも優雅だった。観客たちは彼らのパフォーマンスに引き込まれ、その熱気と一体感が場を支配していた。 特に、岸く君が披露した、藤のやくような歌声は、多くの観客を感動させた。このパフォーマンスは、ただの音楽以上のものであり、観客との対話であり、共鳴の場だった。観客たちもまた、彼らの音楽に合わせて体を動かし、一体感を感じながらステージを楽しんでいた。その瞬間、まさに会場全体が一つになったように感じられた。しかし、 このような瞬間はただ偶然に生まれるものではない。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、それぞれが自分たちの役割を全うし、観客との絆を築くために多大な努力を重ねてきた。彼らは単に音楽を演奏するだけでなく、その場の雰囲気を作り上げ、観客一人一人に対して特別な体験を提供することに情熱を注いでいる。例えば、サマソニー2024では、 岸くんの歌声がまるで観客全員の心に響き渡るような感動を生み出していた。そのパフォーマンスは、ただ歌うだけではなく、観客との対話であり、心の交流だった。また、平野翔のパフォーマンスも観客を引き込む力があった。彼の目には、まるで涙が溜まっているかのようなうるうるした表情が見え、彼が歌いながら観客一人一人を大切に見つめているのが伝わってきた。 その姿に多くの観客が感動し、心を動かされた。彼の繊細な表現力と優しさは、ステージ上でも観客との強い絆を生み出していた。神宮寺雄太もまた、ステージ上での存在感を発揮していた。彼のパフォーマンスは、力強さと繊細さを兼ね備えたものであり、そのバランスが観客を魅了した。彼の動き一つ一つが洗練されており、その表現力は音楽を超えて、 まるるで観客のの感情に直接触れるかのようだった彼の地元でのパフォーマンスについての話も観客にとっては特別なものであり、彼がその場で地元愛を語る姿は、多くの人々に共感を呼び起こした。サマソニーのような大規模なフェスでは、アーティストと観客との間に距離が生まれることもある。しかし、ナンバーアンダーライン愛はその距離を感じさせることなく、観客全員が同じ空間で音楽を共有していると感じさせた。 それは、彼らが一人一人の観客に対して目を向け、感謝の気持ちを持ちながらパフォーマンスしているからこそできることだろう。このように、音楽フェスティバルはただのエンターテインメントではない。アーティストと観客が一つになり、共に音楽を作り上げる場であり、その瞬間瞬間が一生の思い出として刻まれていく。サマソニ2024でのナンバーアンダーラインイのパフォーマンスも、観客たちの心に深く刻まれたことだろう。 そして、彼らの音楽はこれからも進化し続けるだろう。彼らが新しい挑戦をし、さらに多くの観客との絆を築いていく姿が楽しみでならない。フェスでの経験が、彼らの音楽にどのような影響を与えるのか、そして彼らがこれからどのように進化していくのか、その一歩一歩が楽しみだ。音楽フェスティバルにおける感動というものは、単にその場限りの一瞬の出来事ではなく、 私たちの記憶に深く刻まれ日常生活においても影響を与え続けるものだ。それは、アーティストの情熱や努力、そして観客の熱意が交差することで生まれる。サマソニ2024でのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスも、その一つの象徴的な瞬間であり、観客にとって忘れられない体験となった。その日のステージが終わり、観客たちは会場を後にする。けれども、 彼らの心の中には依然として音楽の余韻が響き渡っている。その余韻は彼らの日々の生活にどのような影響を与えるのだろうか。例えば、平日の何気ない瞬間にふと頭の中で、ブローヤーカバーのメロディーが流れ、あの熱気あふれるフェスティバルの一日がよみがえることがあるかもしれない。また、何か困難な状況に直面したとき、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスから感じ取ったエネルギーが、 前向きに頑張るための力を与えてくれるかもしれない。音楽は人々をつなげ、感情を共有させる強力なツールだ。その力は、個々の体験にとどまらず、コミュニティ全体を変える可能性を秘めている。実際、ナンバーアイがステージ上で披露したパフォーマンスは、ただの音楽的な表現にとどまらず、彼らが発信するメッセージが観客の心に響き、共感を呼び起こした。彼らの音楽は、 言葉ををえて人々の心をつなぎ合わせる観客一人一人が違ったバックグラウンドを持っていても同じ音楽を共有しその瞬間を共に過ごすことで見知らぬ者同士が一つのコミュニティとして感じ合うことができるのだ。このコミュニティ感覚こそがフェスティバルの真髄かもしれない。音楽がその場に集うすべての人々を結びつけ互いの違いを超えて共に楽しむことができる。 ナンバーアンダーライン愛が作り出す空間はまさにその象徴であり、観客たちにとって一体感を感じることのできる場所だった。彼らのパフォーマンスは、ただ見るだけではなく、その場の一部になるという体験を提供している。この体験がどれほど特別なものかを考えると、次なる質問が浮かび上がる。音楽フェスティバルの未来はどのように進化していくのだろうか。テクノロジーの進化や社会の変化に伴い、 フェスの形式や体験自体も変わることが予想される。しかし、その中でも変わらないのは、音楽が持つ力だ。どれだけ形式が進化しても、アーティストと観客との間に生まれる共鳴と一体感は、常にフェスティバルの中心にあり続けるだろう。最近では、オンデマンド配信やバーチャルフェスティバルといった新しい形態が台頭してきている。これにより、物理的な距離を超えて、 世界中の人々が同じ瞬間を共有できるようになってきた。しかし、その一方で、現地でしか体験できない性の感覚や熱気もまた、フェスティバルの醍醐味であることは間違いない。この2つの要素が今後どのように共存し、発展していくのかは、音楽業界にとっても興味深い課題だろう。また、フェスティバルがもたらす社会的な影響も考慮すべきだ。音楽は人々を癒し、 団結させる力を持つ一方でフェスティバルがもたらす経済的な影響や環境問題も無視できない。例えば、大規模なフェスティバルでは多くのリソースが消費されるが、これに対して持続可能な運営方法を模索する動きも進んでいる。環境に優しいフェスティバルの開催は、今後ますます重要なテーマとなっていくことだろう。サマソニ2024でのナンバーアンダーラインイのパフォーマンスは、 そうした未来のフェスティバルの一つの形を示唆しているのかもしれない。彼らの音楽と観客とのつながりは、技術の進化や社会の変化にも耐えうるものであり、その共鳴はこれからも続いていくことだろう。音楽の持つ力を信じ、共に楽しむという価値観が、フェスティバルの未来を形作っていく。結論として、音楽フェスティバルはただの娯楽ではなく、人々の心に深い影響を与える文化的な体験であり、 その中でアーティストと観客が共に作り上げる瞬間は、私たちの記憶に長く残り続けるものだ。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスも、その一例として多くの人々に感動を与えた。そして、その感動が未来へとつながり、さらなる挑戦と成長を促していくに違いない。あなたにとって、音楽フェスティバルはどのような意味を持つだろうか。それはただの楽しみとして終わるのか。 それとも何か深い影響を与える体験となるのだろうか。音楽を通じて、どれだけの人々が繋がり、新しい未来を切り開いていけるのか。フェスティバルの未来は、私たち一人一人の中にあるかもしれない。最後に、このような特別な体験を提供してくれるアーティストたちに感謝を伝えたい。そして、観客たちにも感謝を。彼らがいなければ、この一体感は生まれなかっただろう。 この音楽の魔力がどこまで広がっていくのか今後も目が離せない。